こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはフランス国王アンリ4世のこの言葉、私は十分語らなくてもきちんと行動はします。なぜなら私は語るよりも行動するように生まれついているからです。おしゃべりばかりで一向に行動しない貴族たちに向けての言葉です。確かに話し合いは大事です。ですが話してばかりでいつまでたっても結論が出ない、話すこと自体が目的になってはダメです。結局最後は行動しなければ何も変わりません。今日はアンリ4世の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。